ネガティブな感情を解消する4つの方法について、90秒ウォーキング、音楽、没入、深呼吸、エモーション、ネガティブな感情を解消していただきたいと思います。どうもリンカーン中村です。さあ今日はですね、ネガティブな感情を解消する4つの方法についてお話しさせていただきます。ネガティブな感情がどういうものなのか、そしてそれを解消するための4つの方法、90秒ウォーキング、音楽、没入、深呼吸、エモーション、この4つの方法についてお話しさせていただいて、そして最後にそれを実践するためのファーストステップを紹介させていただきます。さあまずはネガティブな感情とはどういったものなのかということなんですけども、まあ、例えばイライラしたりですとか、落ち込んだり、あと悲しいことがあったり、まあ、そういった時に、感じるものがネガティブな感情と言います。まあ、日常生活の中で言うと、例えば上司に怒られたりですとか、まあ、なんか目標を立てても三日坊主で終わってしまったり、あとは誰かに迷惑をかけてしまって申し訳なく感じたり、まあ僕の場合ですと病気を持っていることで誰かに心配とか迷惑をかけてしまったり、あとまた病院に行かなきゃいけないな、まあそういう気持ちになったりすることもあります。さあこの動画を見ているあなたもですね、何か最近ネガティブな出来事、ネガティブな感情を経験したりしたでしょうか。まあ人間というのはですね、1日にですね約6万個のことを考えていると言われていて、そのうちのですね、なんと 80% はネガティブなことだというように言われております。まあ、なのでですね、こうネガティブなことを考えてしまうというのはですね、まあ、すごく当たり前なことになるんですね。で、実際、このネガティブな感情が生まれてくるということがですね、問題ではなくてですね、それを引きずってしまうことが結構問題なんですね。例えば何か仕事とかミスをしてしまった時にですね、その日の帰り道ですとか、まあ、家に帰ってお風呂の中でとか、あとは寝る前にですね、なんであんなミスしちゃったんだろうなで、こう、引きずって考えてしまうのが結構問題なんですね。まあ、そのようにですね、ネガティブな感情を引きずってしまうことで、まあ、考え方とかがですね、行動とかが、またネガティブな方に、行ってしまって、それを行うことで、またネガティブな感情が生まれてきてしまうというですね、まあ、負の連鎖に陥ってしまうので、まあ、ネガティブな感情を抱いてしまったらですね、なるべくその感情をその日のうちに、まあ、こう、処理をするというのが大事になってきます。そこで今日はですね、ネガティブな感情をその日のうちに解消する方法というのをお伝えしたいと思います。その方法はですね、4つありますね。90秒ウォーキング、音楽、没入、深呼吸、エモーション。まあ、この4つになりますね。まあ、どれもですね、90秒から、まあ、5分以内でできる簡単なものになっております。ただですね、効果の方は絶大という形になってますので、ぜひ、この4つの中からですね、何か実生活に取り入れてほしいと思います。今回ですね、この動画を撮るにあたって参考にさせていただいたものは、また、概要欄に、載せておきますので、詳細気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。ではですね、ネガティブな感情を解消する4つの方法、その一つ目がですね、90秒ウォーキングになります。まあ、体を動かすというのはですね、こう心をコントロールする上では非常に有効な方法の一つと言われていて、まあ、有酸素運動をするとですね、幸せホルモンと言われているエンドルフィンが脳内に分泌されるということが分かっています。ここでですね、一つ実験を紹介したいと思います。50歳以上のですね、うつの傾向が見られるような方を集めて、その人たちを3つのグループに分けて、4ヶ月、実験をもらいました。で、その3つのグループがどんなグループかというと、1つ目はですね、有酸素運動を4ヶ月間行うグループ。まあ、週に1回ですね、ジョギングですとか、スイミング、ウォーキング、そういった運動をするグループ。2つ目のグループがですね、うつ病の、まあ、薬を飲んで、うつ病を改善させるというグループ。3つ目のグループがですね、有酸素運動も行って、かつ、うつ病の薬も飲むというグループなんですね。で、そのグループに分けて、4ヶ月間、まあ、過ごしてもらって、うつ病の改善が見られるかどうかという実験です。で、まあ、結果を言うとですね、どのグループにも、うつのですね、改善が見られたという結果になりました。ただ、この実験のすごいところはですね、その6ヶ月後なんですね。なんとですね、まあ、運動を取り入れたグループはですね、うつの再発が見られなかった。薬を飲んでいたグループはですね、うつの再発を防ぐためには、薬をまあ飲み続けなければいけなかった。という結果が出たそうです。まあ、この実験から分かるんですね、運動することによって、まあ、心を安定させる、そんな効果があるということです。まあ、その他にも運動にはいい効果があると言われていて、例えば糖尿病、大腸がんの卒中の予防、睡眠の質を改善してくれたりですとか、まあ、肥満の防止、あとは自信の回復などなど、いろんないい効果があると言われております。まあ、なので、ネガティブな感情を解消するには、運動は一つ有効的な方法になります。そこで、今回お伝えしたいのが、90秒ウォーキングになります。まあ、これはですね、特に、怒っている時とかに有効なんですけども、例えばイライラすることがあった時にですね、一旦、その場を離れてですね、90秒、ウォーキングに出かけます。怒っている時にはですね、ノルアドレナリンというものがですね、分泌されていて、まあ、それが分泌されると、攻撃的になったりですとか、あと、暴言を、吐いてしまったり、まあ、怒りで我を忘れるなんてよく言いますけど、そういった時はそのホルモンが分泌されている状態になっています。で、それがですね、処理されるのに
90秒かかると言われているんですね。なので、90秒間もですね、一旦その場を離れて、まあ、ウォーキングすることで、まあ、心が落ち着く、ということになります。まあ、なので、日常生活の中で何かこう、イラッとしたですね、することがあったら一旦その場を離れてウォーキングしてみるというのが有効ということです。まあ、例えば僕の場合だったらですね、休みの日にフットサルの予定があって、で朝起きたら雨がバーって降ってる。なんで雨降ってんだよって思うところをですね、まあ、90秒間、家の中をこうぐるぐるですね、歩き回ってみる。まあ、そうすることで、まあ、雨の日だから別のことをやるかな、みたいな。撮りためてた録画結構溜まってたから今日はそれを見ようかな、とか。まあ、そういったものをですね、感情を切り替えれるようにしていくっていう、ネガティブな感情を解消する一つ目の方法、90秒ウォーキングになります。ネガティブな感情を解消する二つ目の方法、が、音楽没入になります。まあ、音楽にもですね、非常に良い効果がされていて、まあ、音楽を聴くことによって、快感ホルモンと言われてですね、ドーパミンが分泌されるということが分かっています。これが分泌されることによって、まあ、ネガティブな感情がポジティブなものに変わっていくというわけです。音楽療法というのはですね、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。手術室で音楽を聴くと、まあ、不安感が減少されたりですね、まあ、手術後にもですね、音楽を聴くと、鎮痛剤の量が減ったりですね、まあ、音楽にはですね、目には見えない力があると言われております。まあ、そういった時にどんな音楽を聴けばいいのかなんですけども、基本的には好きな音楽で大丈夫です。まあ、ただですね、あまりこう激しいパンクとか、そういったものを聞くと、まあ、先ほどのですね、ノルアドレナリンというのがですね、分泌されてしまうので、まあ、激しい音楽というよりかは、まあ、リラックスができるような音楽が好ましいですね。で、この時にですね、特に僕がお勧めしたいのはですね、目を閉じて聞くということです。目を閉じてですね、耳にだけこう神経を集中して、もうイヤホンをグッと耳に押し込んでですね、僕の場合はですね、このイヤホンの中にですね、こう自分が入り込んでいくかのような感じ、ぐらいですね、音楽にのめり込んでいます。それぐらいですね、音楽にこう、没入していくという感覚ですね。でも僕がですね、よく聞いているのはですね、まあ、ミスター・チルドレンなんかはよく聞いております。例えば、ヒーローですとかね、彩りとか、終わりなき旅、そういう曲がですね、僕を落ち着かせてくれる。まあ、ネガティブなことがあっても、ポジティブなことを考えさせてくれる、ような音楽になります。まあ、なので、こう、ネガティブな感情が自分の中に、湧き上がった時にはですね、好きな音楽を没入するぐらい聴いて、感情を落ち着かせてみるというのが一つ有効な方法になります。ネガティブな感情を解消する四つの方法、三つ目が深呼吸になります。まあ、そもそもですね、呼吸というのにもですね、いい効果があると言われていて、呼吸を整えるとですね、高ストレス飛躍のですね、セロトニンが分泌されるということが分かっております。このセロトニン、別名は癒しホルモンとも言われていてですね、ストレス軽減だけではなくですね、まあ、不眠症の改善にも有効と言われております。そこで呼吸を整える方法として、深呼吸というのを提案したいと思います。この深呼吸、漢字が新しいなんですけども、なぜこの新しいかというと、まあ、呼吸をすることによって、この自分の中の感情を新しいものに切り替える。まあ、そんな意味で僕は深というものを名付けました。まあ、今ですね、マインドフルネス呼吸ですとか、あとまあ瞑想というふうに言ったりもしますね。でも方法はすごい簡単です。まずこうリラックスして肩の力を抜いて背筋をピッと伸ばします。そして目をつぶって呼吸に集中します。まずはですね、息を吐き出すとこからスタートします。でも吐き出すときにですね、ネガティブな感情が外に出るのを意識しながら呼吸を吐き出します。例えばイライラしたらですね、イラ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 っていうのが口が出てくるようなイメージですね。ふぅ、イラ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 、ふぅ、みたいな感じです。まあ、最悪なことあったら、最悪、ふぅ、最悪、もうダメだ、ふぅ、もうダメだ、ふぅ、みたいな感じで、自分の中のネガティブな感情がですね、息となってこう出ていくイメージで吐き出していきます。そして息を吸うときは鼻から息を吸います。そして息を吸うときはですね、先ほどのネガティブな感情とは逆のポジティブな感情が入ってくるような形で、イメージで息を吸います。例えば、イライラを出したら、ほのぼの、みたいな形で息を吸います。まあ、最悪って言ったら最高、みたいな感じですね。まあ、もうダメだって出したら、まだいける、みたいな形で息を吸います。そのような形でネガティブな感情を息として出して、その反対のポジティブな感情を鼻から吸う。まあ、これをですね、まあ、心が落ち着くくらい、まあ、大体ですね、まあ、3回から、まあ、5回でもですね、すごい効果がありますので、ぜひやってみてほしいと思います。まあ、呼吸を整える、深呼吸をすることでですね、ネガティブな感情が解消されていきます。ネガティブな感情を解消する4つの方法、最後はですね、エモーションになります。そもそもエモーションというのはですね、英語の単語で、まあ、感情というものがありますね。でそこにですね、エモーションの書が書くという感じになっています。まあ、要するに感情を書き出すということになります。まあ、このようにですね、感情やですね、考えを
を書き出すことによって、まあ、心がクールダウンされる効果があります。まあ、よくですね、カウンセラーやですね、セラピストの方が、まあ、患者さんにですね、日記を勧めたりするんですけども、それにはそういう効果があるからなんですね。じゃあ、このエモーションの場合はですね、どういう風にやるかというと、まあ、その時に思った感情をただただ書き出していきます。でも、それはですね、誰かに見せるわけではないので、もう自分の思ったことをどんどん書き出していきます。そういう感情をもう思うままに書き出していきます。まあ、このようにですね、自分のですね、感情を持ったことを、まあ、書き出すことでですね、次第にそれがコントロールしやすくなるという風にも言われているので、自分の感情を、まあ、留めておくんじゃなくて、実際にこう書き出すことで吐き出す。まあ、これがエモーションになります。さて、いかがだったでしょうか？ネガティブな感情を解消するための4つの方法。90秒ウォーキング、音楽没入、深呼吸、エモーションを紹介させていただきました。では、このですね、4つの方法をするためのファーストステップ、紹介したいと思います。何をすればその方法をできるのか。今日の動画のファーストステップ、それは、この4つの方法の中でどれをするかを1つ決めるということです。実際に考えてみましょう。何か自分の中でネガティブな感情が起こった時、イライラする、落ち込んだ、悲しんだ、申し訳ないと思った。そういった時にですね、どの行動を取るのかっていうのを今決めていただきたいと思います。90秒ウォーキングをするのか、耳にイヤホンを入れて音楽に没入するのか、ネガティブな感情を吐き出してポジティブな感情を吸い上げるのか、そして感情をただただひたすら書き殴るのか、この4つの中からどれをするのかっていうのを決めてみてください。今ですね、決めておくことで、まあ、実際にそのシーンが訪れた時に、どの行動を取るのかっていうのはですね、わかりやすくなります。では、今決めた行動を実際に皆さん取ってみていただいて、ネガティブな感情を、ぜひ解消していただきたいと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が面白いと思ったら、ぜひ、Twitter、Facebook、そういった SNS でシェアしていただけるととても嬉しいです。高評価やコメントなども書いていただけるととても嬉しいです。参考にさせていただきます。そしてまだ、転換チャンネル登録していない方は、ぜひチャンネル登録していち早く情報をゲットしてください。それでは今回はこの辺で。